辻吉一選手のトップが続きます。コントロールラインから4分で出てまいりました。後ろにすぐ迫る選手は去年第一戦のディフェンディングチャンピオン入江義則選手の2人となります。の上を駆けつけます。トップ辻吉美選手、現在ちょうど差が広がりました。第2位は白石慎吾選手。さあ1位福知山総合公園のレースのところでは寒さに凍えていました。そんな感じになりました白石慎吾選手。そして第3位は昨年の第1戦チャンピオンになっています、入江義則選手が第3位単独で続きます。そして第4位は昨年幸先良いスタートが切られました福田徹選手がやってまいります。さあ6分20秒のラップで今通過しました。さあ相変わらず早い時計が気に警報があります。笹井秀春選手、現在は CCD 機内バイクシステムの方にチームを変更しています。笹井秀春選手、さあ全日本選手権シクロ、常に
2年連続で新ガニを務めました中津明選手。が通過しましたけれども、ここではまた入江選手がやや差を広げています。そして2番手はどうやら白石選手、そして3番手に野口選手です。さあ、白石選手が、これは入江選手をかなり追い上げてスタートかけているようにも見えるんですけれども、そうですね、白石選手はあのマシントラブルで、ね、チャンピオンの意地があります。さあ、大阪大学から株式会社シカロのルーキーとなりました白石慎吾選手。これはゴール勝負にもつれ込むのか、それとも大技を持っているのか、これは真剣勝負。マジカル選手追い込んでまいりましたけれども、からのじて新人白石慎吾選手が逃げ切っての優勝です。さあ、そして今この、ラストレートに野口翔選手の姿が見えます。さあ、どこやらマシントラブルがないようですけれども、さあ、第3位キープになります。野口翔選手、まもなく最終コーナーホームスルートに入ります。2番、はい、ゴールです。一時は10秒足らずまで追い込みました、はい、野口選手でありますけれども、やや力尽きた感がありました。差はいよいよフィニッシュです。野口翔選手、安全バイクではアジアチャンピオン、
第3位からお呼びいたします。第3位からお呼びいたします。13番トレック長手忍選手。第2位は1番島のドリッキング入江加藤選手。優勝6番島のドリッキング大志慎吾選手。スクロクロスにはあるまじきこの暖かさという、あ、なかなかそれでもリーダーを取れと。さあ、じゃあ一言お話を、ね、あのこの前もちょっとお話ししてて、今年はやっぱりアテネのことがあるので発声はちょっと無理かなっていう話があったんですが、今日はいかがでしたか。いや、今日はあの初めてシクロクロス今年乗るんで、全然練習できてなかったんで、でここパンクも多いんで、まあ普通に走っても多分競技に行くんじゃないかと思ってやっぱりみんなパンク、あんなにパンクしてくれて、で気が付いたら2位まで上がったんで、ね、最後はちょっと真剣になりましたけど楽しかったです。じゃ あ, あのこの戦いは今日は楽しんでいただけたという。そうですね、あのきつかったですけど、まあ最後ちょっと真剣勝負できたんで楽しかったです。またあの発生ありますので、ご自分の、ね、あの体調とスケジュールと相談の上と思いますけれども、またぜひ顔を見せてください。あ、もうできるだけ参加したいと思います。おめでとうございます。さあ、そして、ね、あ、これはやっぱりチームオーダーあるんかなとかね、なんかいろいろこっちが下馬評飛んでましたけれど、入江さんいかがでしたか。本当はですね、島ちゃんが他の選手を抑えて僕が堂々と優勝するようになったんですけども、どうしてなのかね、あれは最後に僕とスプリントして勝ってしまいました。あのチーム内でやっぱりそういうお話はあったりしたわけですか。あの僕は本当は近江さんにさえ負けなければよかったと思ったんですけど負けなければないでしょ負けるはずがないと思ったんですけど、でもあのチャクに絡んでしまったからかなり真剣になったんですけども、最後はまたでも、今年もやってくれそうだな、楽しませてくれそうだなと、こちらからは、もう本当に無責任に思ったんですけれども、また発声までシクロクロスありますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。おっと、おめでとうございます。あ、そして優勝です。あのリレーさんがさっきお前はこんなやつやったんやなというコメントが非常に印象的でしたんですけども、今日はチームオーダー的にワンツーフィニッシュをすればいいなとということで、こう僕は一度昔野草さんをちぎって入江さんに肌を出そうとしてたんですけど、入江さんがこう先に言うと背中でモードを防されてたので、リレーランキング貸してもらいました。じゃあもうこれは行くしかないと。はい、そうですね、今、まあ、あの今日は、まあ、僕はフルテンク貸してもらったんですけど、まあ、次は先輩に肌を出したいと思います。じゃあ次月のリーダーカーディで、まあ来週は雨でも降るかすごい寒くなることを期待して来週あじゃあまた発声まであります、期待してます。はい、前線参加で頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあカメラもたくさんありますんで、皆さん万歳よろしいでしょうか。よろしくお願いします。また